早稲田由紀さん。早稲田さんおはようございます、立憲民主党の早稲田由紀でございます。本日は4人の口述人の皆様、大変ご視察に富んだご提言もいただきまして、ありがとうございますそれでは質問に入らせていただきます。 まず、賃上げの重要性について、清水公述人に伺いたいと思います。まあ,あの今、ルルお話をされました。とおりですね。あの連合の頑張りえー、等々のあの成果でまあ。昨年の春闘ではまあ、あの今までにない。その30年ぶりの高水準の。 新案げができたという実現をされたということでありますけれども、まあ、この物価高の高騰、そしてまたエネルギー高、まあ、これの影響を吸収するには至らなかったということで、まあ、実質賃金がまずっとこう下がり続けている状況がございます。まあ、その中で今回あの清水公術人からは目前にあの控えた 2024の春闘に対するまあ意気込み、それも聞かせていただきましたし、特にこの実質賃金を、 あの中小企業の賃上げが不可欠であると、実質賃金を上昇トレンドにするためには、この中小企業を支える取り組みが何より重要だということで、価格転嫁についてなどの3ポイントのお話もいただきましたが、改めてでございますが、この中小企業の賃上げのために、緊急的にかつ不可欠だと思われるこの政府の取り組み、 これはあの何だとお考えになりますでしょうかお願いいたします。清水康実に <laughs> ご質問ありがとうございます、えー。2024春季生活闘争に現在取り組んでおります今先生おっしゃった通りでございますがやはりあのー。 企業がです、ねえー、今、史上最高益を更新しているという、まあ、大企業も当然ございます。一方です、ね、やはり中小企業の業績が思うように伸びていないということ、ここへの展開がやはり今回の最大のポイントだろうと思っています。でその意味ではです、ね、やはり大企業と中小企業がまあ共存・共栄をしていく、そして日本の産業基盤を強化できるかどうかということが極めて重要だと考えています。具体的には適正 な価格転換今あの先生おっっしゃったそうでございます、えー、政府の方も指針を出していただきましたので、それをしっかりと実績あるものにしていくということでございますが、特にやはりあの問題のある取引慣行、まあ、そういったものを見直すということで、えー、大企業、中小企業がです、ね、付加価値の分配を、まあ、是正をお互いが図っていくと、えー、それぞれがです、ね、発注側であり、受注側であると、まあ、その部分、公、ま、正、あ、取引委員会もです、ね、そういったあと問題のある取引慣行を見直す。 そこへのし監視をしっかりしていただきたい、また政府においてはです、ね、公正取引を実現できるルール作りとしてです、ね、やはりあのそういった声を常に、えー、発信をする、まあ、そういった機能の情勢を引き続きお願いしたいというふうに思っております、以上でございます委員長早稲田さん、はい、あの大企業と中小企業が共存共栄だということで、また公正取引に関しても、まあ、政府としても実効的な取り組みをもっともっと前に進めていかなければならないと思っております。 それでは次の質問でございますが、あの今回、目玉法案であります、この子育て支援金を含みます、子ども・子育て支援法、これがあの提出をされました、そしてその中でございますけれども、私たちはこの子育て支援金について、かなり問題点、懸念点があると思っております。あの先般あの私が総理に質問した際の,あの 参考にさせていただきました、日本総研の西澤和彦理事の試算をもとにあの質問したわけですけれども、とてもとても政府の、まあ、おっしゃっているように、500円弱ではないし、またこれもあの質問によってどんどん500円超。 それから1000円超というところまで平均であのなるのではないかという答弁もございました。しかしながら、まあ、この西沢理事の,あの、まあ、このあ後午後も、あのあの公衆人としていらっしゃいますけれども、こちらを見ると、やはり年額で1万円以上、さらには2万円、もっと世帯で言えば3万、4万となるような、こうしたところもあるのに、まあ、なかなかそこを政府が説明をされないものですから。 あの国民の中に理解が深まらないそして、えー、私は思いますのは、やっぱり国民に負担増をお願いするんなら、それをしっかりとご説明をするというのは筋だろうと思っているわけですけれども、あの一方で、えー、この0歳から18歳まで146万円のこの支援金によって、給付の拡充がなされるという、この予算委員会のご答弁もございましたが、これは0歳から18歳まで、すべて平均で、 ずっとやって146万円ですから、このことに関してはネットでも大変反発も多くですね、例えば子育て世帯だったら、1か月に1万円のおむつ代ですよと、何を考えてるの、146万円ってと、これ、18歳までですから、ずっとの話ですから。 そういうことも含めて、あのいかにもこの拠出額は少ないけれども、支援はたくさんになるんだというようなイメージだけを先行させて、えー、説明するのは非常にまやかしではないかと、私、この146万円の根拠も求めましたけれども、今日現在まで出ておりません、まあ、そうしたことも含めて、もっと、えー、国民の方に負担増をお願いするのであれば、しっかりとした説明が必要です。そ、まあ、その点についてて、えー、清水公術にそしてまたあの 先ほども生徒美、生の先生からは、あの手取り額が減ると、少子化が進むというお話もございました、まあ、そうした観点から、この子育て支援金についてですね、懸念点について、お二方からあのご教示いただきたいと思います、お願いします。清水人 えー、ありがとうございます。えっ、ー、と私の方からですね、やはりあのいくつか懸念点はございますけれども、まあ、そもそもその給付を受ける対象とならない人からもですね、全体も徴収しなきゃいけないというまあその給付と負担のあり方について極めて不明確だということで、誰がどれぐらい何に使われるお金を負担するのかということがおっしゃったところよくわからないということがございます。また医療保険料と合わせて徴収するということで、まあ、そもそも徴収できない対象外になっているか。 がまあ生ずるまあ、国民全体という話で言うと、本当にどれだけの人が負担になっているのかということも明確でないということがございます。また、現役世代の負担というのは、先ほどからずっと出ていることでございますえー、合わせてですね。あの賃上げの部分にも、えー、大きく影響があるかと思います、えー、例えばですね。あの jr の北海道の昨年のベースベアはですね。1000でございました。 一昨年は500円でございました、えー。さらに2年前ですね、コロナのときにはゼロでした。500円ずつ積み上げて、やっとベアが1000円になってる、その500円、1000円を取るのかというのが、私たち労働者の立場から言うと、この制度について、えー、子育ては大事ですが、やはり、 税財税,税全体を通じてあの税金も含めてですね、えー、税収としてどこから取るべきなのかというのは十分ご議論いただきたいということでございます。末、はい、富美幸実に。はい、ご質問ありがとうございます。まずですねあの先ほどのあの自益が146万は我が家はもっと少ないかなと思って <laughs> はい私も聞いてしまいましたがやはりですねあの。 おそらく世代別、世帯構成別、お子さんの年齢別に、こういう受益がありますよというのを見える化していただくということが、納得のいく子ども金庫制度の確立にとっては大事かと思います。で、その際に、重要な財源と見込まれる支援金でございますけれども、課題はやはり政府がおっしゃった条件が、 すべての若い世代に対して実現するかどうかというところが一番のポイントかと思います。まあ、個人的には、今、勤務先がです、ね、あの私学助成停止中ということでございまして、令和8年度、賃上げ達成されているといいなと思いながら、<laughs> <laughs> 今日も登壇しておりますけれども、あのやはりそのようにですね、あのまあ。 働く人の条件によって本当に手取りがあの増える方式になるかどうかというところがまあ皆さんがご心配のところだと思いますのでその点についてまあしっかりとですね大丈夫だ安心だという設計にしていただきたいなというふうに願っておりますご質問大変ありがとうございます。早稲田幸さん <laughs> ありがとうございます。今 JR のこのベースアップのお話まあやっと千円なんだと。 といいうことも伺いました、まあ、その中で、まあ、ワンコインだからいいでしょうみたいな、そういう説明であっては、本当にあの理解が得られないと思っております。そして、清水口述人、あの今、お話の中で、まあ、賃上げにまあ水を差すことになりはしないか。 それからまた保険料ということで増やすと事業主負担もあって、まあ、そうなりますと適用逃れのために、まあ、非正規雇用、労働者を増やすことにつながるのではないかと私も思っております。まあ、結果としてその えー、今回ですね、結婚や出産を選択できない層が、より一層増えてしまうのではないか、まあ、逆に言えば、その少子化対策としては、まあ、逆にブレーキになってしまってはいけないと、非常にこの、えー、制度を見てて思うわけです。今回も出生数は75万人、それから婚姻数は、まあ、なんと90年ぶりに50万組を割ったと。 ということでありまして、これの一番の大きな要因が経済的理由でありますから、そこを見ましても、大変これはあのブレーキに、少子化のブレーキになってしまう、少子化対策のブレーキになってしまうのではないかと懸念をするところですが、清水公実人に伺いたいと思います清水公実人、はい。ご質問ありがとうございます。あの先生おっしゃるとおりですね えー、賃上げにやっぱり水を差すということそういう可能性については、えー、ご指摘のとおりかというふうに思います。さまざま企業が今、交渉の最中でございますが、えー、もちろんベースアップ、それから定期昇給以外にも、ですね社会保険料の部分を企業が肩上がりするであるとか、さまざまな今、案を出している、まあ、そういったところに水を差すということになりかねないということは一点ございます。また、あの短時間の勤務の方は、勤め先によってですね、 社会保険料の適適用・非適用があっったたりととかそういったことがございますで、今まで適用対象外となっている労働者からすれば、やっぱり不合理なところもありますし、社会的構成を欠くということもあるかと思います。いわゆるあの企業規模感、あるいはそういった適用業種の見直しとか、全般的なことをですべ、ね、てやった上でないと、ここからを財源にすることは非常に厳しいんではないのかということで、まあ、賃上げもそうですけれども、社会保険料の全体のことからも懸念が 十分あのたくさんごだいまも、この社会保険料からということの懸念点を示していただきましたが、まあ、さらにでございますが、まあ、特にもうこの現役世代、そして子育て世代を支援するためのものなのに、え逆にこの事実上の負担増になる。 子育て増税になるのではないかと、非常に私たち、えー、立憲民主党、あの懸念をしておりますが、その点について、最後、もう一度お聞かせください清水公実に、はいあの。ありがとうございます。えー、今、ご指摘あったとおりで、現役世代にとってはです、ねえー、負担になるということは、先ほど、瀬戸さんからもございましたが、あの このことが私たちの将来にプラスになっていくんだということが見えれば、あ負担増についてもですね、えー、応じていくことはできると思うんですが、そこが見えない中で負担増になっていくことが非常に不安になっているということでございます。で、えー、賃金が上がるかどうかというのもですね、先ほど申し上げたように、平均値とすれば上がっておりますけれども、現役が今、えー、会社を選ぶときにですね、やはりあの初任給が高いところとか、そういったところを一生懸命探しながらですね、 これから就職していく、そういった若い人たちが、やはり先が見えるような形でのということが、たくさん声としては、組合の方にも上がっております、ぜひそういった意味では、えー、若い世代の負担にならない形、あの政府のほからの説明も含めて、えー、十分に分かるようにお願いしたいというふうに思っております早稲田壱さん。 はい、ありがとうございます。子育て支援金についても、また社会保険料のこの制度についても、あ御示唆をいただきました。それでは最後でございますが、清水51人に男女共同参画。 この推進でございますが、まあ、あの私もあの女性議員の割合が、なんと参政権から78年経っても、衆議院では10%を切ってしまうという、大変残念な結果の現状にあります。まあ、その中で、連合さんの方では、初の女性会長である吉野会長を筆頭にです、ね、この男女共同参画、取り組んでおられると思いますが、あの上場企業の女性役員比率を30% あの30年までに3割以上とする政府の、えー、これ、目標がありますけれども、これに対して最も必要な取り組みというのを、まあ、政府、それから、えー、経済界、労働界でどのようにお考えでしょうか、お願いいたします。清水人 はいいありがとうございますあのまずあの、女性参画で言あ言、203050ということばをです、ね、ぜひ、えー、この場で皆さん方にもお伝えをしたいと思います。2030年には、あいわゆる意思決定期間に50%の女性をというのが、もう世界の潮流だということでございます。今30、30%というお話がございましたがあの、労働界も含めてですけれども、いわゆる上場企業の女性役員の比率については、あの少しずつ向上はしてきていますが、残念な ながらやっぱり外部役員を置くことによってそこに頼っていることが多く,多くございます。ですからまずはやっぱり内部から登用できるえそういった形にを推進すべきというふうに考えています。各企業がそういった形での役員の登用をお願いしたいと思っています。そしていわゆるプライム上場企業だけでなくてですね地方や中小企業を含めた女性役員の育成登用に積極的なあの対策をとっているそういったところにあの経済的なインセンティブを与える。 与えるであるとかです、ね、あるいは女性役員の比率の,その公表義務をです、ねえー、課すであるとか、そういった形、そういった思い切ったことをぜひ、ね、お願いしたいというふうに思っております。田さん、はい あのこれで終わりますがあの、連合の吉野会長のお取り組み、あの大変あの評価をさせていただくところでございますあの。これで質問終わりますが、全員の方にご質問できなかったことをお見申し上げまして、4人の皇述人の皆様のご,あのご,指,ご指摘、ご指摘に感謝を申し上げます。ありがとうございました